変更版を使った工作です。いくつかの動画で似たような工作をですね、何点か挙げてるんですけども、これは試験管の中にこの変更板、変更の向きが90度ずれたやつをですね、内側に貼って、その中にこうビーズがボールですか、ボールが行ったり来たりするんですけど、この間になんか黒っぽくですね、壁側行に見えるわけですね。でも実際には壁なんかなくてですね、あのそのようにこう見えるっていうだけなんですけどね、まあ、似たような発想で、あの、まあ、試験管ガラスを使わずに簡単にあの変更板を折り曲げてこう重ねるだけで、まあ、こういう形ですね。間に確かにこう黒い壁があるように見えるんですけど、実際にはないと。ガラスを使ったものだと形しっかりするんですけど、こっちの方が作りやすいので、こういったものを紹介したいと思います。まず普通あの市販されている変更板なんですけども、まあ、これをですね、あの向きの違うものを、組み合わせて使うので、まあ、これを、まあ、サインペンかなんかでこう印をつけてカットして、まあ、2枚切るわけですね。まあ、これの場合は同じ向きなんですけど、別のものを組み合わせて重ねた時にこうちょっと光が遮断される組み合わせをですね、もう一組作りますね。で、変更板は大体あの保護シールが、保護フィルムがついているのでですね、事前に剥がしで置くのを忘れないようにした方がいいと思います。はい、ですね。で、あとはこれをちょっとあの別のものから持ってきたので長さがちょっと違うんですけど、これをただあの半分に折って、またこう半分に折って、ただちっちゃくなっちゃうんですけど、もし大きめなのを作りたければ、ただ大きめのサイズの元の大きめの、ね、サイズの変更板を買えばいいっていうだけの話です、ね、で今手元にあったのがちっちゃかったので、小さいサイズのものですけど、それで作ってみたいと思います。ただ単にですね、この状態のものをまあ両方作って、まあ、テープで留めるだけっていうことになりますね。ですね。仮止めでもいいので一旦この形にして、これをつなぎ合わせると、はい、これだけです。この間に黒い壁があるように見えるとですね。まあ、実際にはないんですけどね。で、この間に何かこうさっきのこうビーズみたいなですね、玉っころですね、これを入れて、まあまあ、黒い壁をこう移動して下に落ちてくると、こういったものなんですけどね。